リーガルパレット通信。はい、どうも、いいかねパレット樋口です。青柳です。今日も元気にいいかねパレット通信やっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、報告となっております。はい。さあ、何の報告かを発表する前にですね、まずはゲストをお呼びして、話を聞いていきたいと思います。辻智之さんです。よろしくお願いします。こんにちは、辻智之です。すみません、田川市議会議員の辻智之でございます。よろしくお願いします。出た。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。という報告なんです、今日は。はい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 、通りましたね。ついに通りましたよ。本当に皆さんのおかげでなんとか。ありがとうございますね。こんなのまでいただきまして。来た。見せつけてきますね。見せつけてくるな。これ当選証書でございます。あ、そんなんもらえるんや。いや、マジでね、ちょっと、はい、我々いいかねパレット通信、前回とその前々回、前編後編に分けて、辻智之候補応援しますというやつ出したんですけど、まあね、完全にいいかねパレット通信のおかげで。いや、もう本当いいかねパレット通信のおかげですね。いや、ちょっと、まあ、とどめのように聞いてね。いいかねパレット通信なかったらは受かってたことか怪しいなって感じですね。いや本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にお役に立てたかどうか分からんけども。いや、実際ね、我々ね、収録したのが1週間前じゃないですか。はい。つまりだから、選挙期間の前に収録して。そうですね、直前ぐらいです。そうですね。そうで、動画をリリースしたのが選挙期間に入ってすぐリリースしたんですよね。うん、ね。なんで、ちょっと実際その1週間の間、どういうことをやって、で最終的に受かって、まあどういう感じだったのかっていうのをちょっと今日は報告会ということでお聞きしたいなと思っております。はい。いやー、お疲れ様でした。1週間でしょ。ありがとうございます。1週間した。選挙期間中ってまず詳しくない方もいると思うんですけど、はい、あ、はい、どんなことやるでやってよくて、逆にどんなことやってはいけないんですか。はいはい、なるほど。この間、うん、のは、収録の際にちょっとお話ししとって、あ、それダメですみたいなあったと思うんですよね。はいはいはい。みたいなのが、要は選挙期間中1週間前、告示されてから、投票日まで、うん、投票日の前日までの、期間を、選挙期間って呼ぶんですけど、うん、その間は、はいはい、例えば辻智之に一票入れてくださいとか、はい、清き一票をみたいな票、票を入れてくださいみたいなことを言っていい期間なんですよ。はいはい。唯一それをお願いすることができる期間。はいはいはい。で、はいはいはい、それより前は、この間も言ったように、それが言っちゃダメなんですよね。それ言ったら、アウトってなるんで。なるほど。はい。ね、要は政治活動っていう期間になると。で、その期間は選挙活動になるので、それをやっていいですっていうのが、はいはい、まず大きく1個、はい、で、あとは、皆さんおなじみの凱旋車ですね。でっかい名前と顔が入った車で、はいはい、うるせえと皆さんが思われている車をですね。よく言われてるやつね。はい、よく言われてる、はいはい、車を、自分の名前を叫びながらそれで回っていいっていう期間です。なるほどなるほど。まあ、めちゃくちゃざっくり言うと、その2つが結構でかい大きい2つの期間ですね。で、まあ、逆にやっちゃダメなこととか、ちょっと細かいこといろいろあるんですけど、ちょっと、あと、まあ、興味ある方はいろいろ調べてもらえればと。とにかく、その大きいのはその2つは結構でかいなという感じです。なるほどね。いや、なるほど。で、その中で、辻さんはどういう活動やってたんですか、この1週間。まず、その、まあ、どなたもやることは当然やってたんですけど、うん、その、要は、車作って、乗って、辻智之でございますみたいなのを言って、市内をぐる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 回るみたいな、ザナね、ザナやつですよね。はい、もうずっと、回るってこう、で出てきてくれた、ありがとうございます、こんにちはとか、よろしくお願いしますみたいなのを握手しながら回るみたいな、もう多分イメージされてるような選挙活動をまずはベースとして、プラスでですね、もう、いや、正直僕の場合ですね、いや、一般的に選挙、この地方、特に地方選挙って、はい、告示日、1週間前の告示日の時点ではもう大方決まってるって言われてるんですよね、結果が。あ、なるほど。もう大体、必要な票数も、まあ、市にもよるんですけど、まあ、1000とか2000とか、それ、まあ、多くてそれぐらいになってくるので、はい、政令市とか大きいところになってくると別なんですけど、一般的な市町村とかであれば、まあ、大体もうこの時点で、まあ、1000票ぐらい取れるよねみたいなのが
見え、うん、田川の場合大体 1000ぐらいって言われてるので、まあ、1000票ぐらい取れるよねとか、はいはい、が決まるんで、大体その前の時点で。なるほど。それっていや要は違いっていうのが、大体あの人が入れてくれるとか、あの辺に言ったらあの辺が多分味方してくれるみたいなものが想像つくからということですね。普段のやり取りの中で、はい、もうあんたもう今もう頑張ってね、応援しようきね、みたいな人を、はいはい、こう1000人例えば集めていくとか、その会社の関係のいろいろこうあるじゃないですか、付き合いがあってとかで、それで、あ、これ、大体これがいけるねっていうのが大体決まっとるんですよね。都会になればなるほど、よく知らない人が入れてくれるっていうことを見越してやらないといけないから、想像がしにくいそうですね。はい、だし、その必要な票の数も多いんで、足りない、固定だけでは足りないみたいな話になってくるんですよね。なので、まあ、田川田舎の選挙なんで、要はその時点で決まっとるんですけど、ただ自分の場合はその1週間前の時点でもう正直今だから言うけど結構絶望的な状況だったんだよね、状況の読みで言うと、ね、言われてましたもんね、やっぱね。あ、いや、で、あの、まあ、実際どか固、まあ、正式には分かんないけど、これもう全然足りんね、 1000っていう数にはもう全然足りんよねみたいな、なるほど、感覚っていうかおったんですよね、うん、だけもう決まってると言われてる状態だけども、その時点でもう終わってるみたいな状態だったんですよ。うわ、収録したぐらいの時は厳しいよ、うんうん、で、ただ、もう一個ちょっと希望があると、すれば、うん、まあ、これも一般論ですけど、うん、有権者の、まあ、投票した人の3割から4割はその選挙期間中で入れ先を決めてるっていうデータがあるんですよ。なんか、ネットとかなんか落ちたと思うんですけど、はいはいはい、一般的に、もうそれは本当全国でそれぐらいあると。はいはいはい、で、もう逆に言うと、それ取れば逆に言うと上がるんですよ。もういくら、それ上乗せさえできればいけるじゃんっていうのは、まあ一個の最後の希望であったわけですよ。はいはいはい。で、逆に言うとそれ取りきれんかったらもう無理っていう状態になるんで、あ、これはもうゴリゴリでやるしかない、もうそこしかないってなって、はあ、で、まあ、いろんな方からアドバイスとかもいただきながら、もうね、演説するしかないと、はあ、まあ、それより前の時点から、まあ、演説とかちょっと繰り返しやっとったんですけど、はいはいはい、道端立って喋ったりとか、まあ、団地のとこ行って喋ったりとか、そういうのをやりよったんですけど、もうこ、うん、そこにもう 全突破しろっつ、はあ、それにかけろみたいな。うわ、でもそれも相当どこに向かって球投げていいか分からないみたいな戦いだと思って、そうですね、だって要は知ってる人はもうその1週間前の時点でもう言ってるわけだから、知らない人でしょ、道行く誰かに対してずっと語りかけるのはやり続けるってことでしょ。そうです、そうです。これは根性いるね。まあ、なかなか、はい、まあ、団地とかだとですね、こうある程度固まってるか、まあ、在宅が見えないけど、とりあえず人はいそうだなみたいなところで喋るとかはできるし、 あと、まあ、人通りが、まあ、田川の場合こう人が歩いてるみたいな場所があんまないんで、うんうんうん、大きい駅みたいなのがないから、はいはいはい、そう、なんかもうスーパーとかそんなしかないんで、はいはいはい、あれなんですけど、はいはい、要は車に、大体トライアルスもね、大体トライアルス、なるほど、車に向かって喋るみたいな、大きい幹線道路で車に向かって喋って、はい、何喋ってるか分からんけど、あ、喋っとうねっていうのを見せるみたいな、あ、まあ、なんかそんなのをとにかくやるしかないので、あ、なんか頑張って喋ってるねっていうのを繰り返しで、あ、あの人ここでも喋ってここでも喋っと、もう頑張っちゃうけ入れちゃおうかみたいなのを、まあ、狙っていくしかないと。で、その辺の様子をね、はい、僕はい、写真をいただいてまして、いろんなスタッフの方から、ちょっと出しますよこれね、はい、見えるかな。あ、そうです、うんうんうん、なんか知らんけど子供らが集まってくるんですよ僕喋って、はい、いやいや、票持ってない子たちが目の前めちゃめちゃおるやないですかそう、まだ票持ってない子たちがそうなんです、ま、マジでそれが多くてですね、僕の支持者はだいたい18歳未満の子が多いので、はいはいはい、はい、いやこれ、ね、何や知らんけど集まってくるっていう、これ本当ね、一見ね、紙芝居見てるように見えますけど、これ候補者を見てるんですね、これね、子供たちは。この時すげえ真面目な話してます。田川の教育はとか言ってますであったり、まあ、こういう写真ですよね。ああ、まあこれはいいシーンですね。いいシーンですね。このおばあちゃん本当に、はい、演説してたら、団地で演説してたらこのおばあちゃん出てきてくれて、うん、あんた頑張ってねみたいな、私も絶対投票行く気ねみたいなのを言ってくれた94歳かなんかのおばあちゃんなんですけど、はい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 、わあ、すごいっすね、これなんかエモい、うん、これもう後半の方なんですけど、うん、むちゃくちゃエモいです。もう最後のもう後ろから2日目ぐらいかなとかで、で正直その辺になったら反応が変わってきたんですよね、僕のあれに対して。
え、どう変わってきた、どう変わってきた。いや最初もう本当にさっき言ってたみたいに、あの国に対して球を投げ続けるみたいな、もう喋り続けるしかないみたいな、こうですこうですとかで言ってて、たまに手振ってくれる車とかが ありがとうございます、うん、でこうこうこうでこうこうこうでとかってやりよったんですけど、うん、もう最後の方とかなんかこれうねりってこれなんじゃないかっていうのを正直ちょっと感じる場面とかがちょくちょくあって、すげえその感覚ゾクゾクするな。団地だ、例えば団地だと、なんかこう喋ってる時に窓から手振ってくれる人がの数が明らかに多いとか、あと道端とかだとこう、さっき言ったようにあの車がたまに手振ってくれる人がおるんですけど、うん、あの、こうこうこうでありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、何の話してたっけみたいなぐらいこう、バーッと通る人が、おーいみたいな、頑張れとか、おーいみたいなのが、結構こう率がっていうかすごい、あこれ盛り上がってないこれもしかしてみたいなのを、でできるだけ反応はしたいんで、そのしゃべってるあの手振ってくれた方にはできるだけ手振り返したいんで、そう反応してると、うんうん、あの数が多くなると何喋ってたか分からなくなって、辻田もゆきでございますみたいな、さっきも何喋ってたかみたいな。いやあのインスタライブに辻さんインスタライブずっと演説上げてたじゃないですか。はい、あれ 見たらあれあるよ、あのなんか辻さん演説しやんけど最終的にありがとうございますしか言ってない私忘れて飛んでね、いや結局この回何も喋ってないよねみたいなやつあるのね、ありがたいことにね。そうなんですよ、めちゃくちゃありがたいことに。逆にそうないう風な場面とかもあって、最初の方がめっちゃ喋れるんですよ、なんかあんまり反応がないんで、ずっと喋れるのが最後本当団地行ったらで出てこのおばあちゃんみたいに出てきてくれるとかも、うん、あの増えたりとか、最初無理くり歩いてる人、歩いてる人に、ああすいませんお騒がせしてこんにちはみたいなのを、はいみたいなぐらいのちょっとご利用しぐらいでも行きよったのが、でもさ、はい、それ皆さんがやりよったわけじゃないよね、そういう街頭演説。誰もやってないんじゃないか、あんまり。えそんな感じなん。あんまり聞かん。でもなんか俺も一回でも聞、そうそう聞いたら、いや結構皆さんやってはいますよっていう話は聞いたことはあって、まあ結構そのただ辻さんは異常に本数が多かったつもり。そう、その話なんですけど、この写真ね、はい、書いてますけど、はいはいはい、この看板ね、いい、はい、はい、この日本煙突をバックに喋ってるやつなんですけど、69回目って書いてますけど、これ目標があったんですよね。はい、これ目標100回で、もう1週間で100やるって決めて。1週間で100つうことは7で割って、14点何ぼとか。1日14、5回ずつ。はいやすごい、やるっていうのを決めて。いやすごい、だってこれすごいよ、ね、移動とか考えたら 1本1時間にしても14時間5時間やってるってことになるから、まあまあ、動けるのが朝8時開始の、8時から8時までなんですよ、夜の12時間か。あの外線車が使えるのがですね、外線車が大きい声を拡声器が使えるのがか、そう12時間っていう縛りがあるので、もう1時間どころじゃないか、もうだから40分とか30分とかでやって、ね、さっと移動してすぐセッティングしてやって、まあ、さっと移動して、しゃべるのはそこまで長くはやっぱ、あのずっと喋られても向こうもうるせえって多分なるんで、団地とかだとですね。なるほどね。だき、まあ、正直そんな、まあ、5分10分とかのレベルの、まあのやつを繰り返した形にはなるんですけど、かいやでも100本はすごいな、すごい100箇所でやったっていうの述べね。そうですね、すさまじいな、マジで。凄まじい。なんかそれで ここまでやってる人は多分いないと思います、うん、他には。なるほどね。まあだけ なんでかっていうと、さっき言ったようにもう1週間前で決まっていて、で1週間の間にできることっていうか限られてるから。そうですね。からまああのあんまり、まあ、やらなくてもいいっつったらあれやけど、うんうんうん、やってもやらなくても、まあ、大体決まってるからそんなに力入れないっていうことなんですよね、はい、多分。あのあとはもう名前言って、うん、あのちょっとラッキーなんか。ちょっとラッキーな人を拾うみたいな。なるほどね。あ、なんかこの人ねみたいな、はいはいみたいなのをこうなんかよう聞いたねとか、よくこの名前聞いたから入れようかとか、そんなをちょっと上乗せで拾うかなみたいな。そうね。これとかもそんな鳥居の前でやったりとかね。うん。何かしらの前やね。やっぱ何かしらの2本立っちゃうものか。いやすごいわ、いやマジでちょっとお疲れ様でしたって感じなんですけど、はい、いやあとね、俺ちょっと注目 、はい、したいのが、はい、選挙事務所選挙事務所の写真をいただいてるんですよ、はい、いや、はい、あのね、いいっすね、まず全貌これ
あ、これ初期の準備期間中ですね。これ準備期間中ね。準備期間中ですね。これ真ん中にポツンといるのはこれ自爆霊じゃないよね。え、何この赤いの赤いの僕ですね。赤いの辻さんでこう真ん中にポツンと映ってるこれは自爆霊じゃない。サダね。あ、サダ、ね。それ、うん、それサダ。あの、はい、そこの今さ辻さんが旗をしてる壁あるやん、うん、ここもマジでバリバリ穴開いちょったよ、まあ、天井はずっと開いちょったんやけど、もはやもう天井はもう見切ったんやけどさ、もうそこも壁穴開いちょったのを、板でちゃんと止めてサダがしてくれたやん、サダさんが。あ、これ DIY でやったんや。そうです。そう、結構 DIY やもん、もっと散らかってたしね、なんか、うん、そう、もう一番最初期もうなんか場所だけとにかく借りて、なんか勝手に掃除して使ってくれるならいいよぐらいの、うん、もう全然いいです全然いいですみたいな、ありがとうございますみたいな感じで借りお借りしたので一番最初は。これちなみにどこなんですか、はい、これは。これはいいかねパレットのすぐ近くですね。はい、で、何に使われてた場所、うん、誰の何。あ、これもともと聞いた話だと大工さんが作業小屋で使われとったらしいんですよ、うん、はいはいはい、おじいちゃんの大工さんが、うん、だけでっかい木とかがこう丸太とかが転がってたりしてて、うんうんうん、はい、で、うん、はい、でしばらく、まあまあ、お亡くなりになったのもあってしばらくこう10年とかぐらい使ってなかったみたいな場所をやって、あ、うん、でまあまあ取り交わそうかみたいな話が出よったところらしいんですけど、ちょっととりあえず選挙まで貸してもらっていいですかっつって、なるほどね、一旦借りてって感じですね。いやーマジでガレージから始まった感があるね。いや、そう、本当、本当そう、本当そう。もうここから俺たちの伝説は始まったみたいな。なんかこのガレージだった全ての始まりはみたいな。いやもう本当アップルとかみたいな。もうガレージとも言えんけどね。ナヤやもんね。ナヤやもんね。わかるわかる。俺も音楽の道に行ったのは鬼丸直くんちの車庫やったもんな。あのガレージで領地とかが、ね、アンプとか持ってきてそこで初めてグレーのモアザンラブを合わせたつのが全ての始まりやったから。やっぱそういうの誰しもね。何しも通るんですよ、そこ。やっぱ KK さんね、うん、鬼丸直くんとこそして応援しとってくるだけで、ああそうですね、ご縁やね、これもご縁やね、ガレージご縁やね。だいたい名前聞いたら地元の人はなんとなく分かるようにだんだんなってきたっていうのは、ね、すごいね、ありますね。これはもう足でね稼いだ票とも言えると思うんですけど、本当そう、本当そう。でね、これちょっと荒野のツイート面白いで、これ紹介なんですけど、あ、これは青柳荒野の3月1日のツイート、ちょっと読み上げますよ。パレットの住人が田川市議会議員選挙出るだけでも面白いのに、さらに選挙事務所として近所の人に借りた納屋で、選挙の手伝いをしている住人が事務所版の暇な時間を使って納屋でテザリングしながら NFT アート作ってるのマジウケるんだけど、田川いよいよカオスになってきたって書いてハッシュタグが田川と田舎 3.0 って書いてるんですけど、いやこれいいなと思って、いやマジ 3.0 感ありました。3.0 感そこに今、ね、うん、座ってる、あ、これね、パレットの長期滞在、そうそうしてくれている NFT アーティストの方なんやけど、まあ、そのやっぱアーティストの名前はね伏せてあれなんやけど、うん、マジで選挙のこととか何も分からんし、うん、とりあえずごめん人手足りんすぎる気、ここおってくれんっつって辻さんに言われて、うん、あ、いいですよっつってここ誰か来た時にだけこんにちはっつってくれたらいいやきっつって言われて座らせられてんよそこに。でその間 NFT アート書きようっていいきっつって言われて、納屋でずっと作業しようという状態ね。そうね、いやこれは、ね、これ面白かったよ、見に行った時。ちなみにこんなやつですよね。こんなやつを描いてるっていう。うん、だから絵師の方なのかな、いわゆるイラストレーターの方で。そう、いやだからなんかもうマジカオスよね。そのまず、うん、で地元じゃない人が廃校に住みながら市議会出てるのも面白いし、それを手伝ってる人も廃校に住んでいる人がやっているし、その中の一人が思いっきりね NFT アートっていうそのデジタル最先端のことやりながらやってるところは、あの地元のおっちゃんがもっと使ってた納屋みたいな、なんかねぐちゃぐちゃやね、このぐちゃぐちゃで店番ね、店番みたいな、店番みたいなことをしたい、本当にお世話になりました彼には。いやーよねー、いやちょっとそこも含めて面白いんやけど、実際そのまあ青柳荒野さんがまあ後援会長をやってたということなんですけど、他に手伝ってくれてるスタッフの人たちってどういう人がいたんですか。あ、まあそうです、今回のこれに関してはもうコアメンバーが何人か
いてくれてて、選挙期間中は本当あの他の、まあ、地元の方とかいろいろ手伝ってくださる方はいっぱいおられていただいてたんですけど、コアで手伝ってくれてる人が、てかまずそもそも昼間平日の昼間動ける人っていうのがあんまり若い世代っていないじゃない、普通仕事してる人、そうよね、そう仕事してる人が多いので、で、だいたいだからどの陣営もじいちゃんばあちゃんなんですよね、そこで手伝ってる。わかる、そんなイメージあるわ。もしくはそのなんか建築会社をやってる会社のなんかお前順番にこの選挙事務所も入れみたいな、ちょっとがたいのいいちょっとあの柄の悪いおいちゃんたちみたいなのがちょっと順番にこう来てるみたいな、まあ一般的な結構イメージとしてあると思うんですけど、どっちも僕つながりがないんで、本当になんか 2,3 人とかであのあなんかあいつ暇って言ってたな、ちょっと来てとかで、あのパレット住みながらさ選挙ちょっと手伝っちゃらんとか言いながら来てもらった人とか、でただまあその一人一人がやたら優秀だったので、もうマジで少数精鋭で、あの仕事自体はすげえ 楽に、ま、あの来てくれてからはものすごく回り出してですね、けど本当コアで手伝ってもらってたのって本当に2人とか3人とかががっつり真ん中にいてみたいな、直前期にもうちょっと来てもらってとか、その地域の方はそのバッチリその後にあの集まってきてもらってとか、そんなのはあったんですけど、はいはいはい、はい、まあでもそんな感じです、いやだから結構ね、あと同世代というかね、そうですね、そうがもう中心になってやりよったし、一応その俺もあの LINE グループに入れさせてもらって動向を見てたんですけど、いやもう結構その DX を駆使してその今ここ回ってて位置情報これで送りますみたいな感じで常に GPS でお互いの位置情報を確認しながら作業してたりとか、いやもうあれは助かりました ね、ああいうことを勝手にやってもらえてるのが本当に助かる、自分がもう手出せないでもそれどころじゃなくて、でも喋ることしかできもう喋って握手してとかをとにかくしなきゃいけない期間だったので、なんであの辻さん の、まあその選挙で面白かったのが、とはそのいうコアな人たちが、まあ、その IT 強いわけ、デジタル系で、YouTube 広告とかもそうだし、はいはいはい、そのどこに今選挙カーがいるかっていうのをリアルタイムで追えるように GPS をね、Google マップを使って駆使してやったりとかしようのと、あとはその本当に地場の選挙に詳しい人田川の選挙に詳しい人も入ってくれていて、このハイブリッドが結果的に辻さんが取った一番の大きい要因なんじゃないかと思ってる。そうですね、なるほどね。どっちかだけでもダメだと思う。今での田川の選挙に詳しい方だけだったら辻さんやっぱ地盤なさすぎて結構厳しかったと思う。けどあのデジタルだけやったらやっぱあの地盤のをこうやっぱね囲っていくというかちゃんと信頼を得ていくのもできるけど、このハイブリッドもうプリウス、ね、プリウスだよね辻さん、田川市議会、ね、田川市議会のプリウスやったみたいな辻さんいい車焼きね、本当に、いやそうでも本当にそうですね、だからやっぱその状態が、奇跡を生んだと言っても過言じゃないかなとは思う。なるほどね、どっちがかけてもダメだったと思うね。いやもしだって、これ選挙期間前やけど、SNS 広告も出しよったよね。あそうですね、そう、いやだから面白かったもん、あの田川向けに SNS 広告出すのでなるべく皆さん SNS って表示されるだけで広告料がかかるから皆さんあんまり開かないでください、 YouTube とかつってあのグループで回ってきてさおもろと思って無茶な注文するなと、なんか田川地域ターゲットでやりよったやろ、はい、あの SNS 広告、YouTube 広告と SNS 広告をもう2本立てでやっとってですね、もう田川は YouTube やと、もうみんな見ようから、子供から年寄りまでみんな見てるんで、もう金もうそこそこかけていいから、とにかく知名度取ろう、もう1週間、もうすぐ選挙期間になるから、そのさらに1週間前ぐらいの期間で、もうバタバタ15秒のやつを撮って、ガッチ流して、でもそのおかげで、あの子供からお年寄りまで大体僕を知ってるっていう状態がまず作れたんですよね。すごーい。YouTube すげえってなったんですけど。YouTuber やん。いや、本当子供から YouTuber 扱いされることが、いや、違う場合っすよ。辻智之だみたいな。見てますとか、誰何をみたいな。あの YouTube、YouTube、出てくる、そうやね、とか言いながら。でも、やっぱこうそうしたんや、そのやっぱデジタル戦略みたいなところはね。なんだかんだ、もう、まあ、やっぱ地盤のもちろんその、
一件一件お一人お一人とのっていうのも当然必要ながら、プラスアルファでそれをしていかない、していくことが今後の戦略としてそこそこ正しいんじゃないかなっていうことは、まあ、特にまあ自分、うん、まあ、超レアケースの自分みたいな立場だから余計かもしれないですけど、うん、もう金で買ってでもやっぱ知名度をまずは取るみたいな話で、でそれがやっぱウェブになってからそれがしやすくなって、今まで多分折り込みの紙を配るとか、うん、あのマスの広告打つとか、そんなんしか選択肢がなかったところを、うん、田川市だけで YouTube 広告打つみたいなことがようやくできるようになってきたような、うん、時代だからこそ今回の、戦い方ができたし、それが、うん、まあ、他の地域でもおそらくやられとんですけど、それが一番うまくはまったのが自分のケースだったのかなっていう感じがしてます。なるほどね。いや、素晴らしい。TikTok もやりよったしね。あ、TikTok 勝手にそう、やってくれてました。僕、ね、全く感知してないんですけど、もう、撮ってあげていいですか、うん、いいですよ、ちょっと。いやまあ、だからやれることは何でもやるみたいな、その ね、成果が、ね、どこが何があって、どれが当たるか分からんけど、とにかくやるみたいなね。で、それをやってくれてたメンバーがおったのが、本当にでかかったですね。自分、もう手回らなくなってたんで、その頃には。なるほど、いや素晴らしい。じゃあちょっとね、こんな映像もいただいてるんですよ。ちょっと見ときますか、はい、じゃあこれも、うん、見ときましょう。じゃあちょっと流しますよ。あれあれうん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 、今進んでない人がこうやって頑張って声出してちゃんとやっていけば当選するっていうなんか夢を持ってる未来がこの街に訪れたんじゃないかと思います。その喜びを込めて万歳参集いたします。いきます。万歳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 。はい、お疲れお疲れ、うん、お疲れ様。お疲れ様。いいシーンですね。これはさすが後援会長、しっかりとした挨拶を。 いいシーンだった、ね、ね、うん、あの日ね、僕ジャージで行ってたんですよ、うん、そしたら応援に駆けつけてくれてたある、ね、社長さんから、うん、お前ちょっとさすがにジャージはねえやねえかっつってお前なんかその全体のジャンバーかスーツとかお前着てねえんかっつって言われて、あすいませんっつって言ったらもういいこれ着れっつって言われて着させられたジャケットです。あ、そうなん、これ自分の俺が着ちゃうやつ、はい、これ着れっつって渡して、もういいお前それ着れ、もうさすがにジャージはお前あれやき着れっつって言われてあ、いや大変申し訳ございませんっつって。いや、はい、後援会長もそうだし、僕なんなら寝起きなんですよあれ。いや、え、どういうことどういうことその時マジで意味わかんないんですけど、頭角出た瞬間僕寝てたんですよ。え、そう、辻さんもやっぱりこう頑張ったけど、やっぱもう、うん、やっぱ不定寝しようよね、もう多分もうどうせ落ちちゃうやろっつって不定寝しようとしてる。8時ぐらいにもう終わって、いや9時ぐらいからもう開票が始まるっちなって、うんうん、大体まあ10時半とか、まあ、11時ぐらいには体制が判明するよねみたいな時間軸なんですよね、うん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 、でじゃあ僕も一回ちょっと寝て10時半ぐらいを目処に 目覚まして、受かってたら駆けつけるみたいな、結果出たら駆けつけるみたいなのを考えよったんですけど、なんか寝てて寝過ごしてものすごい電話がかかったけどビビるぐらいの鬼電が来まくってて、で、うん、あ、なんだよとか、アラームかな、なんだよと思ってめっちゃ電話かかってんじゃんってなって、え、もう11時やんみたいになって、うわ、もうそっからバタバタ、あ、いや 今から行きますすいません寝てましたみたいな。まあでもこれはさ、おまぬけエピソードとも取れるけどさそんだけぶっ倒れるぐらいギリギリまでやったということやろ結局まあまあまあ結局はね、疲れちったと思う、ものすごいや、そういうことやろ、特に辻さんはやっぱ、うん、と思いますよ、うん、いや、お疲れ様でしたっていう感じよ、その話。いや、まあ、お疲れ様でしたもんね。まあ、それはでもさすがに、よう、お前大物になる、大物になるぞお前とかめちゃめちゃいじられました。普通それ寝れんぞ、乗れんぞ使いとっても、普通はね。まあ、よう寝れるのとかめちゃくちゃ言われました。まあね、だからまあまあマジで、でもそれぐらいね、それぐらい頑張ったって証と思うけどね、それは本当お疲れ様でした。だからね、さっきの映像が一応説明しておくと、はい、その開票して当確出た後に駆けつけて、でバンドで最初したシーンやね、一応ね。そうですそうそうそう、だからもう当選ほやほや、市議会議員成り立ての辻智之さんですね、これね。そう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 、いや、え、実際そのバーって駆けつけた時っ
ってどんくらいの人がおったんですか。いや2、30ぐらいおったんですよ。2、30ぐらいですよね。結構みんな来てくれて。いやそうなんですよ、あの結構遅い時間なのにみんな結構来てくださって。あれも辻さんおらんかったけど、はい、辻さん寝ちょったき、うん、おらんかったけど、はい、辻さんが1000票を超えた時マジやばかったっすよ。あなんかいろんな天気来ましたね。みたいになってました、もうみんな。そう、なんか、あの、うん、他のところの人、うっせやろ、うっせやろ、みたいな、もうこいつ行ったぞ、みたいなのを、他の陣営でも、辻が行ったぞ、みたいなのがなったっていうのを聞いて。鳥肌立つね、それ。もう俺、ぶわー立った、今。なんか、マジで僕、その場にいたかったって思いました。いや、最悪や。いや。敵陣を追っても最悪や。そうよね、あのあれだよね、なんかホワイトボードに貼られるやつがあるんよね、その開票の現場で。そうそうそう、でそれをなんか途中経過みたいな、でそれを見てみんななんか判断するよね。そうですそうです、大体そのスタッフが行って、あそうですそうです、うん、写真撮って送ってみたいな、写真撮って送って、ちょっと俺この開票までのやつちょっと話していい。話していい。ああはい、お願いします。あのね、僕分かんないんで、ま10時、10時半、11時で、大体俺は知らんかったけど10時でまず100票で並ぶんよ。そうね、で10時半で500票並ぶんよ、うん、で11時で1000票並ぶみたいな、うん、1000票で10時の時点で100票まあみんな並ぶんやけど、ここで並びきらんかったら、もし、うんうんうん、その時点で結構厳しいわけさ、うん、でゼロとかなんか10時半の段階で500票出た時にここでも並びきらんかったらもうかなり厳しくなってくる、はいはいはい、で11時に1000票、まあ、超えちょったらもうほぼいけるやろって言われるのが、まあ、大体その投票やったん、開票やったん、はいはいはい、俺もう後援会長でも本当申し訳ないんやけど、後援会長がこんなこと言ったら、うん、もう10時の100票の段階で100票取れろ100票取れろと思っちゃうわけ。いやいや100票な、俺だけ、うん、でお前もういいじゃん100票は行くじゃんとか言われても、いやまだわかんない、みんな入れてねえかもとかって言って、で100票バー並んだ時に、まず俺一人だけよっしゃーって100票で言い寄って、で500票、いやもう500票は辻さん厳しいと思って、いやいやいやお前500票はもうさすがに辻君これ取れなダメや、500票は取るちょ、いやもう500票はとか言って500票で並んだ時にもう俺だけよっしゃーって言ってなるほどな。で11位の段階でよし数かけ700かな800かな700かな、まあ800取れちゃったらいいけどねっつって、うん、数かけって言った時に辻友幸1000超えてた時にもうみんなうわーってなったって感じ。うわー、うん、たまらん、すごかったマジで。いやそうなんです、奇跡、あのみんながシンデレラストーリーというかね、奇跡を見たって感じだその時に。えそのちなみに1000票出た時はもう当確それかまだ、 あの時点では当確ですね。1000票でひっくり返ることがまずあの下に要は3人今回落選するっていう話やったので、うんうんうん、その時点で、1100が出たんですよ、その時点で、はいはいはい、後からで1100が出てる時点で7位タイだったんですよ。あ3人ぐらい並んじょって、上から7番目で1100、なんか1100が3人おるみたいな、あで下に 1000とか900とか800とかいっぱいおるみたいな状態だったので、あもうでもう最後そこはあとは端数だけなんですよ。そこの時点で11時の時点で出たら、あとはもうそこから上積みってあんまなくて、はいはいはい、なるほど、1150なのか1180なのかみたいな話になるので、る、ね、10の位までみたいな話になるんですか、ね、10の位以降 は、うん、はもう関係ないから、これでもう、うん、受かるはもう確定っていうことで当確っていうことにそこの時点でなったんですよ。うわその瞬間やばいやろうな。いややべかったマジで。開票率がもう 90% ぐらいになってたんかな、その時90何%って上に書かれるんよ。いやもうこれいったやろってなって、いやお前あこうや一丁これ一丁っつってって、うん、うわーみたいになって、で辻さん電話するけど出らんおいおいおい全然出なくて、もうみんなで電話しまくったらバー来て、あ寝てましたとか何それ、うん、いやみんなだってさ、まあ、万歳三唱するためにみんな頑張ってきたわけやろ、やこの数ヶ月間。 そう、その万歳三唱ができない状態をずっといやすごい、じらされたに、もともとその僕その場にはいたくないって言ってたんですよ、開票する、もういやいやもうそれ嫌だと、あの一緒にみんなであの開票あの当選でも落選でも結果出る瞬間を一緒に過ごすのは嫌だって言ってて、だけいずれにせよ僕は別のところで結果を見て結果分かった状態で行きたいって言ってたんですよね。あそうなんやね、
だからそれもともとあったんですけど、ただそんなタイムラグあると思ってなかったんで、なるほどね、もっと近くで見てよしって1分2分後に皆さんありがとうございますみたいな感じで行くつもりだったのが、なるほど、ね、寝ちょっとだけ10分ぐらいかかって10分15分かかったんでなんかすいません皆さんみたいな寝てましたみたいな。いやまあまあでもいやだけまあでもいずれにせよこのよそ者ね、うん、若者バカ者とよくね 地域、うん、地方創生とかで言われるよそ者若者バカ者を受け入れてくれた、うん、いや本当にそう田川と、うんうん、このいい金というエリアに、うん本当でも感謝やなと思った、ね、本当に思った、うんうん、感謝やなっつって、まあだからもう本当改めておめでとうございますと思います、ありがとうございます、はい、今からですからね、うん、いや本当ここからです、今からが議員の、はい、そうね貢献度は貢献は今からなんで、うん、今からなんで、いやようやく仕事をさせてもらえるようになったので頑張ります、ね、いや頑張りましょう、はい、じゃあ最後にね辻さんの方から、見ていただいている皆さんに一言ご挨拶をしていただいて、はい、それでお願いしようと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。本当にまあ、これをご覧のいただいている皆様にもですね、やっぱりその口コミとかも結構いただいたりとかもあってですね、でそういったちっちゃい積み重ねとかがやっぱり今回の結果につながったんだろうなっていうのはすごく感じてます、うん、ので本当に皆さんありがとうございました。で選挙やってみたら結構大変なこととかしんどいこともあるけど、もっとハードル下がってもいいんじゃないかなって思うこともたくさんあって、まあ、みんな立候補しろっちゅうは言わんのですけど、もっとなんか身近立候補者とかが選挙とかがもっと身近になったらいいなっていうのもあるので、今後そういう意味でもですね、なんかちょっと見取ってもらえたら、なんかこんなんでもあこんなやつでもなったんだっていうのを、いい意味で見せられたらいいなと思ってるので、うん、はい、まあ、ちょっとご注目いただけたらと思います。まあ、できるだけ発信もしていこうと思うので、はい、よろしくお願いします。いや確かにそうよね。なんかこう出る側で何か分からん人は辻さんに聞いたら、とりあえず一応勝ったっていうモデルケースが、ね、まあそうですね。一応ね。特殊ではあるけどそうですね。うん、あるから、うん、なんかそういうのを伝えていければと思いますね今後ね。そうですね。はい、面白いと思います。はい、いやということで本当に改めておめでとうございました。いやありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゲストは辻とめ、あごめんなさい、市議会議員の、あ、はい、ありがとうございます。辻、いやいや分かっちゃうよ出さんでも。市議会議員の辻とめさんでした。これなんで、これなんで、すいません、ありがとうございました。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 